暑い、無茶をしたくなる。若者じゃなくてもね、俺なんかも無茶したくなる。まだ7時だよ。ゲーム中だよ。国土6号とつながる交差点。場所によってね、工事が点滅になってるような、ね、田舎のところもありますけどね。あるけど。ついさっきまであのね、お祭りでね、ワイ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 やってる人たちがいたのが何分前の話。今更ね、戻れるかって言ったら難しくなってくるでしょうな、うん、今住んでるところに愛着が湧くっていうパターンもあるんですね。いろいろ難しいね、なんとも言えない。戻ってきたい人たちにとってみれば元に戻ればいいなとは思う。完全に元に戻ることはもうない。もう起きちゃったから、それこそ時計の針を、まあね、巻き戻さないと無理ですよ。元通りって。いや信じられない。これ国道と国道の交差点だぜこれ。国道と国道の交差点が黄色点滅だぞ。7時。びっくりだよね。こんなことでなんか青だけど、もうずっと青なんだよね、きっとね。そうだね。ずっと青なんだよね。配慮しますね。ああいうことを語ることにはなると思う。
完全にないわ。閉店ですって決まって1ヶ月ぐらいいろいろね、店も片付けやったりなんなりとかね、あるのと同じように廃炉もじゃあ閉店ですって、ね、その先何年もかけて廃炉するわけで、その後お仕事がありますかって言うとないんですよね。片付いちゃってるね。大勢関わってる中の僕一人だけが何かやるかもしれない。こういう人たちがいる中で軽々しくじゃあ再稼働反対って言えるかって言ったらちょっと俺は言えない。明日からご飯どうやって食べようかっていう、そんなお父さんがしなきゃなんないよ、まあ、最初の段階でね、国がそういうものを作っちゃっていいですよっていう認めちゃったのが良くなかったんだろうね。もう結果論としてさ、原発事故は起きないよという前提で国が OK を出しちゃったからね。せざるを得ないんだよね。無責任にじゃあ国の方向に入っていいとは言えないよね。いやどうすんだよっていう話だよね。じゃあ本当にこれからどうすんだろうね。本当ね、我々ではちょっと想像がつかないです。
火事でもさえ起きなければさっきのところはね、もうみんな住んでたんだろうね。電気の方向とついてね、腹減ったななんてさ、ね、その辺のラーメン屋とか寄ってたりとかね、してたと思うんだよね。今日も疲れてね、美味しいご飯食べられるねってやってたはずなのよ。ケース電気も真っ暗ですね。新製品が安いはずなんですけどね、売ってないですね今。まあ、奈良さんの路地が見えましたね。11km 奈良が過ぎたあたりで、じゃあまた上野に直しましょうかね。奈良の道の駅は寄れるんですよ一応。あ、僕寄れるけど、あのおしっこぐらいしかできない。道の駅のスタンプぐらい置いててほしいな。お前さんに言ってみるかな。道の駅のスタンプぐらい置いてる。どこにあったし、ありますよって言うやつ。って。それ先に言ってよみたいなね。お前さんも聞かないねなんつって。こんなこと言ってくるお前がアホなんだっていう話だ。